はい、皆さんこんばんは。お、楓さんいらっしゃいませ。音鳴っとるかな。どうもどうもちょっとやり何回もやり直してて、あ、本当にちょっと今やってたんですけど、ちょっと音がないってことでやり直してて、みんな帰ってこれたのかしら。通知がいってる、いってる、いってる。何の問題やったんやろ。携帯重たかったのかな。オッケー、行こう。申し訳ない、国枝ちゃん音鳴ってますでしょうか。何の問題だったんかな。携帯が重いとならない。よかった、これでちょっとライブ映えがファルシオンでしょ。いけるでしょう。サイド一人いけるでしょう。まっすぐ来る。クロム反転か。クロム反転。まっすぐ来てまた引き戻し来るから、クロム反転。応援じゃない。もう一旦見よう。シュン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 となかなか来てくれない。反転食らってもコブは、ネフェにちょっと厄介やな。お、いい感じいい感じ、ありがたい。ほんでルフレが届くのか。おかえりなさい、申し訳ない、鳴ってますでしょうか。やべ、まっすぐ来やがった。ワンパンできる。サイさん。いや、嬉しいな、そういう。チャットの方で交流してるの、見てるの俺好きです。普通に。ここは、受けよう。これ耐えれる気がしないな。64無理やね。ネフェニーに殴られても危ないね。でもルフレここから殴ってくるから、おかえり激しい。お、ちょうどラッキー。ごっつぁん、これはでかい。
そこで反転。ワンパンのワンパン、ありがとうございます。サブのパッドから入れんくなった。真骨頂やっと発揮できた、この勇者ファルシオン。おー、ごつい。ワンパン。結局一撃なんかよ。勇者である意味が。お。あ、本当にもう最終日やもんね。配信でやってくれればいいのに。いってらっしゃいませ。これか。イケボ聞き、ああ、後ろに。やっと iPad で入れた。また、またマムクート、強いんやって普通に。十突。いやー、エイリークはエイリークやな。怖くて。確かに怖い。もうパーティーの、総合力試されるもんね。敵も強いし。エイリークを受けて倒せる人が欲しい。となると、キバ第三。緑は？ラーチェルか。いけるでしょう。いけるでしょう。索敵型じゃないよね。すぐ襲いかかってくるから。サイド？倒せるでしょう。ここまずいな。下手に、おっと、救援コールをつけていない。救援をつけない。これでかいな。ののに救援。ああ、そう、そういうことする。受けてみるか、とりあえず。怖いな。ちっちゃい。いい声。のの来るよね。ののもちっちゃいんやね、案外。ここ正念場やな。待ち伏せか。積んだな。くしょー、これは詰んだ、これは詰んだね。
え、マークスじゃ刺さらんのか。くー、うん、待ち伏せか。そっか、そういうや、珍しいな。でも大概 B に切り返し置いて船員で合い手置いてくるのに、珍しい。くー、諦めよう諦めます。まずいな、このペースか。お、結構いった。相手さんも好きやね。ロイが来んのか。激化反転。いける。勝てえな。切り返し月光。救援か。なかなかやらしいセッティングするな。まあお前も救援かい。ダモ先生いらっしゃいませ。強えなカミラ。ありがとう。助かった。こんな救援、完全に防衛メインというか、アイアムティーチャー。いろんな名乗りが増えてきた。もう攻めてってもいいのでは。危ないか。危ないな。うわ、26くらったのか。いや、引き戻しとかないのつらいな、ほんとに。まずいな、のの死ぬ気がする。まさか一戦目から倒してもロイ来るしな。なんでこんな強いんけ。基本値59まで伸びんの。おー、てんてん様いらっしゃいませ。やっぱ月曜日の夜はなんか賑やかでいいっすね。お、アメコロさん、アメコロさんいらっしゃいませ。アンコロさんか。いやー、これはきついな。アンコロさんいらっしゃいませ。申し訳ない、漢字読めなくて。いや、だってこれ耐えのの死ぬでしょ。扇も発動するしね。ね。くー、いやー、今回は情けない、今回は情けない、情けない状態。いや、スコア本当に伸びん。また面白いな。セネリオを早くなんとかしたい。セネリオを早くなんとかしたい。セネリオを、歌踊りもないし、歌
下踊りもないし、まっすぐ来てくれる。なかなかごちゃごちゃしたな。ほう、強い。なんでこうなる？呼吸とかか。こうしとけばとりあえず。ほんと強いなぁ、緑アイク。殴られる分には確かないんやけど。あれか、守備マスもなかったからか。うん。お、クリーム先生いらっしゃいませ。ウェイ。このマルシュ邪魔。あれ、もう帰ってきたん？もう、さすがに早いか、バクサー終わるの。まっすぐ来る、応援する、応援する、まっすぐ来る。逆にありがてえけど、逃げて。お、女神転生、なんかイベント？いや、難航しております。正直。言うて一戦目。オッケー。とりあえず突破したけど。うん。もう大丈夫でしょう。ほいほい、硬いな。さらばだ。よし、10時からダンジョン、パズドラのゲリラっぽい感じ。いや、マジです、コウノミ。あー、ショック。祝福外したの本当にショック。祝福って一キャラに1個しかつけれないの知らなかったんすよ。調子に乗って緑色のやつつけたら、そう、さっぱりドンキーですね、メガテン。今回なんてことなさそう。なんてことなさそうだぞ。うん。お、アクセルさんいらっしゃいませ。昨日の深夜ぶりかな。第一マッパもったいなかったかな。案外安定した。エストって力バカやったっけ。つえ、59。いや、好きな人おるんすね、やっぱ。肥人の紋章。ナーシェンが強くなっとると。ゴリラ。もともとこういう。あ、中島さんいらっしゃいませ。ヒロさん。俺と同じでも。本名一緒です。受けるでしょ。受けて、うん。そんな袋じゃ倒せんよ。顔。ありがたい。上でもちゃもちゃやってくれてるの助かる。
力バカを倒して、うん、ほんで引っ張るか。引き戻すよね。引き戻し。充電状態。調子に乗ったか。そうだね。倒す、引っ張る、蓋するでいいん。いいのでは。あ、岸水さん、さっき申し訳ないです。お帰りなさい。音鳴っとるはずです。多分。早い。切り替えが早い。音鳴ってますよね。よかった。なんか、いろいろ、立ち上がってたアプリ全部消して携帯再起動したらこうなりました。こうしてこうでいかがですか。最悪馬なら逃げれるでしょう。ののから反転。え、弱点何この威力。なるほど、いい勉強になりました本当に。うわ、反転。いや、弱ラインハルト、レベル20ぐらいの。撤退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 です。撤退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 。行ったのでは。待ち伏せとかないよね。行ったっしょ。一向きパチンコ台以外で久しぶりに聞いたな、後期。さあ、ようやく2戦目です。2戦目じゃない、3戦目か。またエスト飛行パーティー。相手チェック。持ってないね。トンボ取りかい。ちょっと危なかったかも。トンボ取りですかね、これは。お、そんなセリフ覚えているんですね。あ、こういう時ちゃんとすぐ復帰するんですね。一瞬落ちました。大丈夫ですかね。お帰りなさい。どういう状態？みんなどういう状態？iPad の方でも、一瞬落ちる分には、あ、俺がお帰り状態になるのか。申し訳ない。一瞬あん、あ、そういう状態なんだ。マケドニア軍だと思ったら一人違った。ああ、すごい。みんな本当に。いやー、楽しいっすね。ほんとこういう。ちゃんとファイアーエンブレム好きな人が多くて。ああ、これか。カミラさん。いやー、ユケ・アンドレイですかね、これは。父の分も。馬今3戦目順調なのかな。トンボ取りパーティー、またコアな。イリア天馬、イリア天馬、イリア
イリア天馬、ピンとこんな、何のタイトルのやつですかね。イリア、にわかやな俺も。しかしイリア天馬、あ、レッカ、あ、封印、あ、すごい、みんな詳しい、さすがですわ。いや、案外うまい、うまよろしくなかったかも。あー、すごいな、ほんとにわかですわ。まっすぐ来て引き戻しとかはしない。次でこの辺に来るんでしょう。フロリーナ、飛燕と攻め立ての子たち。あー、ほんとアドバンス系なんで俺やってないんやろ。だいぶもったいないことしとるな。誰を狙ってんのこれ。サジマジバーツ、サジマジバーツのトライアングル、これでまっすぐ来る。早速名前がこうでしょ。ロイ、ジェットリス、ジェットスリーパー、ジェットスリームってあのあれじゃない、ガンダムじゃなかったっけ。赤騎士、まあ一色とかなんかできれば幅広がそうですよね。ゲーム性のモンストっぽいというか、そういうの作ってほしいな。封印だとイリア天馬はシャニーが傭兵なだけで騎士団に入ってるの詳しい。いや、やってみたいな。ちょっと今のこの装備でケビ、やばい、アドバンス系が全く、あれ進撃かな、進撃の巨人か、それエレンか。お、クレーブ強い、キーンからのワンパン、ノーキンエスト、総演暁、俺総演やったのにな。なんで総演、ま、なんやろ、そん、どんだけ印象に残ってないやろ。正直言ったら総演のクレーブとっくに別れておりますよ。今どうなっとる、今どうなっとったっけな。破局、あ、ネフェニーはすごい覚えとる。今スリーズですね。スリーズになりました、恋人。いや、最近シーマ強いな。最近って言ったらあれけど、シーマが出てくる。ブレードセシリア、鬼人か、鬼神、この読み方は鬼人なのか鬼神なのか、いつも迷う。モンハンやったら鬼人斬りとかやるね。鬼人鬼神なんてことないシグルドさんの、うん、強い青魔がいれば大丈夫かな。鬼神リンク、あ、鬼神リンクあのスイッチのあれですか、新しい。ムジュラ。どこまでやったっけ、リンク、リンクというかゼルダか。64まではちゃんとやった記憶が
ある。向こうも馬やからここを通ってくる、ここを通ってくるからな。みんなしてドラケじゃねえな。鬼神か、これできるでしょ。実際どっちどっちも間違いとかではないのかな。変換じゃどっちも出てきそうな気がする。お父さんとリリーナが盾、はい。鬼神はコブの方、あ、馬の、これが鬼神。ああ、確かに確かにな。やっぱやはり鬼神が正しいのかな。もし、おっ、セシリアが届かない。引き寄せても安全。お父さん行ってらっしゃい。お父さん、お父さん、お父さんとつなげてあります。 B です。まだ B しかない。 B って一番最初は、え、 C か、 C が一番最初。お父さん対決、はい、ゼロ。人参ですわ。うん。もう攻めれない。勝者パパス。急にドラクエ。急にドラクエ。お、また人参タイムでは。せいせい。確かに仁義より強い。はい、スプリング強いな。最近の輝きがすごい。あ、そういえば連戦したらこれ確か先制しか回復せんかったものがとにかく戦闘になれば回復するようになったんですね。最近気づきました。栄養満点スプリングハズカム。ほんでセシリアもシーモもぼっちになったので息子の出番ですわ。ラーチェルが鬼人、これがす、これでいいんか。まっすぐ来る、強い。いや、こ、いや、案外化け物みたいなステータスしとるもんね。59、47、40、25、はあ、強いわ。名のランナー覚えてもらわ、もらえてないんかな。食らうことで攻め立てをさらに。ジグベルト嫌いなんすか。マジふざけんなと。シーマ先生は 75%、確かに7524やから、30ぐらいまで決まるんだ。確かに意外とでも敵で出てくることがないような、隠れた、隠れたやつかな、隠れた、隠れキャラ的な。ゆっくり来るな。迎撃体制、迎撃体制、体型か、受けとくか。お尻さんいらっしゃいませ。確かに持っとるスキルからも全部やらしいのか。イケボやな、ジークベルト。なんだかんだ5戦目、とうとうギムレイきますか。
今現段階の最強重装パーティーハーディソン取りこぼした。デュランダルと野党心の二刀流。あ、そういうことか。結構やっぱ壊れ状態。あー、全員このパティーンはにくいにくい。え、そんな設定ターバン外すと本気っていう設定があったんすか。本当に。あ、俺もアクセルさん、アクセルさん、俺もそっちのその人間ですよ。いやー、そのうち実装しそうっすよね。はあ、ゼルギウスさんだけプラス1なのか。ヘクトルも育ってない。あーっと、もうこいつら前回のデジャブが早い。いや、これ魔法でいくと死ぬんだよな確か。竜パーティーもなー。いやー、ちょっと今回ヘクトル赤の仕事が大変ザガロ、ザガロ、ウルフ、ロディ、ロディ系、はい、陛下みんな好きやな。ロシェか、ロディ違う人か。いやー、なかなか迷う。ノジャ行こうか。うん、ノジャをフルに生かすには、てかもう激化軍団で行こうか。赤はゼルギウス、下手な魔法を入れると死ぬ可能性があるんよな。ビラクはホモ、妹なんて名前やったっけ。もう何も名前出てこんビラクに妹おったよね昨日。すごい。ああ、そう、レナ、レナか、そっか、レナさん。レナの恋人は、あれ、兄貴マチスもうくちゃくちゃ。レナの恋人が、あの盗賊の、もうダメや、おっさんすぎて恥ずかしい、ほんと。あー、ジュリアンか。みんなすごい。俺がもうダメって、俺がダメすぎるだけか。激化にしてなかったか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あー、なるほど、なるほど。てか最近魔法使い、杖使いが実装されてないですよね。あー、ハーディンどうしよう。ハーディン、いや、アクアじゃ無理やろ。あー、もう10時早い、待ってます。またバイ。いや、今回的確にはめてかんのきついな。ハーディン、うーん、確かにあのシステムはどうやったんやろう。本当にみんな散っていくまた、またお待ちしております
一応裏では聞いててくれるんですね。あれデューって、おかえり。金飯怒り、さなきで刺せるか、刺せるでしょう。これでどうや。行軍は？行軍持たせてない。全員紋章か。重なると地獄やな。散らさなくちゃいけない。ゼルさんこっち、ヘクトルこっち。散って、とりあえず散って、右、まっすぐ来る人。ギムレさんだけ、ギムレさんだけ逃げていくと。くほー、強ー。とりあえず一枚剥がさないと。行軍内からゆっくり来るのみ。あんまりギリギリに折るとまずいか。ハーディンから来る。ハーディンから来る。この板に折ればなんとかなるか。ブーツ履いとる。怖いっすね。ブーツ履いとる。あ、ブーツ履いとる。見てなかった。ありがたい。ブーツ履いとるから、壁を壊すと来るのか。攻撃体系。耐えれるでしょう。ミルラちゃんなら。一応、バフかけて。頼む。死んで。死なない。白雪さんいらっしゃいませ。0、42、よろしくお願いします。早く倒さないと。うん、頑張ってくれた。まあ、この守備板も、守備板もあるあるの効果もでかいかもしれないですね。えい、ーハーディンさよならと。ここは刺すべきか。一旦待つ。守備板使うか。お、強い。ありがたい。これ引き戻しあるね。熱くなってまいりました。いいよ。お疲れ様。お疲れ様。次デューテの、デューテの番やよ。うん。強い。次デューテですよ。ゼロなんや。なんで？攻め立て？あ、ワンパンなのか。いや、デューテも星4で出てくれんかな。10突にする価値はあると思う。もう悲しみの答え値、速さマイナス、速さ下げか。絵も可愛い。確かに、はい。あとはさなきちゃん、のじゃ様が頑張って終わりかな。いや、この今の仕様で最強パーティー、最強パーティーを勝てる、勝てるパーティーがこれです。つい待ち伏せとかないよね。攻めきれるね。お、おかえりなさい。ブーストかけて、ブース失敗した。33、
33。うん、待ち伏せもないのならいける。元気玉、元気玉ドーン。服ボロボロこんなにボロボロなるんや。むちゃくちゃボロボロやったけど、もう見れんのか。いや MVP だわ、ミルラちゃんお疲れ様。ファイヤーデスボール自分ならチキってもう、ああなるほど、ちょっと自分せっかちなんだ、せっかちでした。いい感じに6戦目お、昔ながらの、昔ながらの強い感じ。ギムレフレサナキより父はなるほど。飛行パーティー49。あ、面白い。豪剣持たせて爆風持たせるか。なんかいろんな、いろんな改造の仕方が。いやー、てか芋のパーティーのせいでくっちゃくちゃになったな、編成が。ニノをしっかり受け切れれば、受け切れればかなり楽になる。大事故希望なり、確かにな。ナメプすると死ぬ、ナメプすると本当に殺される。ニノはカタリナで受けれるのではお帰りなさいエフラムのオフサイドであり、オフサイド、新しいいじり方。うわ、はいえな、本当にワンパンできんとまずい。いや、かといってこのスピード抑えれる人おらんしな。あー、なるほどなるほど。超絶マップ軍団、兵器軍団なのかな。本当ありがたい。爆風、爆風ってチキ持っとるやつ、結構はめちゃくちゃ範囲広いやつか。いや、ニノをワンパンできないとなぁ。あんまり見とるようで見てないですね。いやー、なかなかやらしいなぁ。ギリギリまで引きつけて馬で倒すパターンも。このロイならワンパンできるでしょう。オリビエ倒せる。みんな、背星背星、みんな瀕死。おかえりなさい。くそ。あと、青担当が決まれば。ティアマト出すか。弱え。弱。しかもなんで銀の斧にしてあるんけ。これは使えんな。
いやいや、ここに来て、ちょっとまずいな。ティアマトなんで新緑持ってなかったの。の可能性高いですね。もしかしてレベル上げ何かにしてた。あ、たし多分その可能性大ですね。名探偵ドルカス、ヒーラーおるしな。プリシラがおるから、うわ、のの早いんか。ドルカスでいけるか。これ何も出たけど、何も触ってないジャファルさん。あ、ユリア余ってたのか。決定。6戦目なのでそろそろアイテムも解禁しよう。とりあえずニノをさっさと何とかしないといけない。1ターン目でここに来てオリビエで飛んでくるでしょ。ここに来てオリビエで、ここに来てこことここでもう危ないから一応スタンバっとくか。思った通り動いてくれるのでしょうか。ニノがここに来てここまで来る予定。先にオリビエ動く。やらすぎる、やらすぎる。ってことはここまで来てここまで来るってこと。もう逃げ場なくなった。まずいね。でもまた またオリビエが先に動いてくれるのであれば、いやー、うぜえな。重圧使うか。一歩進んで一歩進んで、重圧を使おう。重圧使えば一歩進んで重圧効果切れるから、ここまで来んのか。やらかしてくれるね、ニノちゃん。一歩進んでここやから、ここも危ない。使ってみよう。一歩ずつ進んでくる。そっちからか。うん、ベールでいけるかな。倒すでしょ。頼むロイくー無理か。
なんかない。なんかない。2分の1破れるか。くっそー。確実に死ぬな、これは。くっそー。積んだな。しかし、いい時間。あー 6連目で死ぬか。ワンチャン腕強えな。フィール、くっそー、ダメか。ちょっと蓋しとこう。お、耐えれんがか。くっそー、そっか。ワンチャンかけた。やべ。やべ。まさかの全滅あり得る。まあいっか。まずいな、いい時間になってきたな。残り45分ぐらいで降参しよう。あ、一回 死ねばいいか。一応スコア残しといて。崩れ去った。よし、頑張ろう。リミットの11時までもうワンチャン。お、結構いいスコア出た。730もいくんだ、ちゃんと。冷静に行こう、冷静に。うん、サイードもいない、サイドもいない。バフ、うん、あれ、こっちか。床にフィオリム乗った時点で行く。ああ、まあな、ちょっと編成的に甘かったか。やっぱり物理が強いとな。突き詰めるとやっぱり強い物理芸になってしまっとるとこが。さすがに強いか、フィオリムちゃん。ほんで、ノノで受けて。おぉ、こんな声しとった。激しいね。さすが力こそ正義の人。バフ。ほいほいと。あれ、なんて言った。力こそパワーって言った、もしかして。いやー、まあキラータンありがたいですわ、本当に。力こそ正義、あれ、なんて言った。力こそ全てか。ああ、言い間違え。なんてことなさそうな。シャロン、シャロン、うわー、こんなシャロン好き初めて見た。
あーでもあれか、一応この辺の御三家もちゃんと作っとくと本当にボーナスキャラおらん時に助かるってことか。まあこの先もやっぱりソシャゲなだけに、あ本当に星5にするのがデフォルトかと、ちゃんとなってますよ。星5のアンナさん一番強いんけ、結構いいステータスしとるもんね。第二飛行パーティー、確かにな、主人公らしいというか、アクアを速攻受けたい。イーステと太ももなるほど、アクアを受けてしまいたい。魔法がいない。いってらっしゃい。アミルラもったいね、ここにおったんか。ちょっとさっきの MVP っぷり見たら、ここで使うのもったいないな。あとは、危ない。アンナの太もプライです。あ本当にそんな高かったんだ確か唯一覚醒とかで仲間になるアンナさんすごい強かった記憶が。勇者やり、刺し切れんの？秘人の紋章、危ねえ。紋章発動させて、危ねえ。やっぱアイラも実装当時から時間経ったけどやっぱり壊れとるよな。強いびっくりした。っていうかニノがちょっとうざいところにおる。また一歩来て一歩引かない。いいんすか。助かります。引き戻し。ああ今回の配布こうして、あーミルラもったいない気がするな、ここで使うの。よいしょ、これでよし、3戦目。アイラに突、まあ、強いわなアイラ。あのスキルが壊れとる気がする。またアイラかよ。これが強い。この速さの 40% なかなか。アメリアファ全てがシナジーしているあー馬パ出していいっすか。元祖
確かにおかしいもん、離脱。なかなか面白いセッティングを。いってらっしゃい。まっすぐ来る、まっすぐ。アメリアだけ置いてかれると、受けれるでしょう。一応恋人もつけて、俺の愛の速さ上げの魔法作。おお最良答え値。はいはい。アメリア何気に入れ替えか。すいません、アイラさん、すいません、すいません、ちょっとしんどいてください。元祖月光ダイム弓色い弓色い伝承エリンシャースリード強いな。それは強い。で、馬パすぐ形になってくれて手放せないっすね。一応反転持ってんのか。応援担当、激化マークスさん、まだ切り返し発動するな。父ちゃんカインと父ちゃんがカインとティアモとセシリアの、あ、カインもいましたね。そういえば下で受けるか、反転来るいや、国田ちゃんの一色馬パーティーも早く見てみたいな。反転が来る。やっぱ基本勇者装備持っとるキャラ外すと結構化けたりしますもんね、やっぱり。速さ個体悲しみじゃないですか。下に来ると一回充電しよっか。一回充電しよう。フィオリも応援するでしょ、一歩進むでしょ。そん、お、これでかい。もう応援はさせない。水なぎ巨星、鬼神、鬼神飛燕。おー、無理やり上げると。無理やり、なんなら絆も入れてしまうとか。それはやりすぎか。目の前の人反転してしまうから、早さゴリゴリの無理やりすぎる。これでどうやろう、反転するけど強制な。現状ファルシオンアルムくんで、アルムくん以外で使い道というかベストな使い方などうなんやろうな。やっぱりアイラか。アイラのこれが、これにも繊維効果発動するってことか。もう確実にワンカウント持ってくる。うちにもアイラさん来てくれたんやけどな。持ち腐れとる全然使ってない。ルカに円盤ついてないんなら怖くないよ。
デューテ、いやデューテもちゃんと強いもん。風なぎ、お、なお先生お帰りなさいませ。ミルラちゃんでしょ、アイアムティーチャーてか敵青ばっかり、敵が青ばっかりなので、遠距離反撃の剣に対抗、ああそういうことか。やっぱみんな考えてセッティングするんすね。セッティングというか継承か。水投げ持っとるってことは追撃不可。言うて魔防も結構高いしな。いやこれはなかなかいい感じに育ってくれました。本当に確実に先制で2回攻撃してくるアルム君。緑がもう一人いるのか。確かに。もった、やはり問題なかったか。おやすみなさい。またお願いします。物理はミネルヴァで、魔法が、ユリアもったいない気がする。魔法久しぶりにソニアさん行こうか。なめてるかな。フィオリもいんのか。念のためにサイドもつけとこうか。行こう。サイドが持ってない。デューテ、ルカ君壁掘ってくるでしょう。ルカ君壁掘り掘りするから、デューテを早く落としたい。35、38、追撃はされない。水なぎ、速さが虚勢つけてんのか。踊って飛ばす。ミネルヴァも飛べるのか。攻めすぎかな。攻めすぎでしょうか。攻めすぎ。ミネルヴァ飛ばすとワンパンはできる。ワンパンはできる。それでいかがでしょう。パスタ作る。ご飯っすか。ミネルヴァで行ってみよう。うん。ミルラちゃんがこっそり来ておると。ルカ君もフィオルムも上行くから、ミルラが左じゃない。硬いね。強い。でもって、いやすげえ仕事するな。
もったいなかったかな。でもって、フィオリムが壁壊すと、オリビエが危なくなる。こうしとけばミルラはアルム君を狙ってくるね。ちょっと逃げとこう。あ、アルム君で先制したかったのに。強いな。防御床に乗っ取ってもこのダメージと。アルブ君逃げましょう。逃げましょう。ミネルヴァを持ってこなくちゃいけない。うん。こう。お、倒せたのかな？ MVP、ミネルヴァさん。ああ、強い。いや、元気っすね、オートクレールは。イシュタル実装、おはよう。またフリージケ？フリージケ？フリージケ？え？フリージケやね。フリージケ好きな人多いっすね。いやー、ほんとコアなファンが多くて楽しい。おっと、うちの MVP をもう使ってくると視線外すとえげつないな。いいやつも多いもん。確かに。お父さん、親世代と兄ちゃん姉ちゃんが悪いんか。基本的に末っ子ばっかり仲間なるかな。なるんでしたっけ。どうしよう。勇者エルフィーとな。勇者エルフィーかといって物理じゃな。弓か。お、闇のブレス。チキちゃん雷じゃないの。弓ありですね。このパーティーに闇落ちチキ。あ、本当や。今話題の闇落ち軍団に。エルフィー、このパーティーに弓さんをどっち置く？どこ行った？このパーティーに、あれ、どこ行った？あった。このパーティーにリンでも、エンハン対策にリンでも置いとこうか。ミネルヴァにもエンハンないし、ちょっこれでいけるでしょう。
ミネルバだけ突っ込んでくるのかな、引き戻されるか。ユリアが上から、ただエルフィーはもう一歩ずつ来るしかないので、まとユリア、うん、ユリアが順調に来ている、うんうん、ごちそうさま、ごちそうさまからの、お、ユミリンちゃん、あれ取らんかったの、ユミリン、あの配布のやつで。あん時誰おったっけ。お、これはでかいのでは。攻めすぎか、ミネルヴァ来るな。ちょっと固まって、アイク、あ、緑アイクか。お、これでかい、強いね。なるほど、緑アイクを取っちゃったわけか。まあでもあれもやっぱり技マシンとしても優秀やしな、間違いではないと思う。ロイ、馬ロイ、馬ロイ、確かにあれも結構当時はかなり壊れ扱いされとったような気がする。疾風陣雷付きの。ミネルヴァさんいらっしゃい、オッケー。なかなか強いパーティーあったのでは。6戦目、前回のリベンジから、リベンジから前回のリベンジですね。6戦目、マップの運がいいんで、いい、マップの運がいい。ほんでもってマムクートちゃん、ノノがおる、ユリア、ユリア出番。熱い、これ熱い。一旦目にここにユリアを置ければ、サイドいるな。シグルドの相手、パパ行こうか。パパ行こうか。ファの相手、ファの相手ファルシオン。オグマ？オグマ？オグマもう少し作ってあげたいのに。ちょっとキャラが渋滞しすぎて。9、どういう状態なの、メンタル、メンタルがもう弱くて、もうこれでいかがでしょう。ファー、タン、ファー、まあ、最悪ユリアでもさせるのか。祭り役はもったいないかな、いっか、6戦目やし、行こう。シグルドがここまでしか攻撃できないことが好機なので、ここでヤクザを待つ。
この壁壊しとく。君を守るよ。ヤクザ来い。よし。ゼロ、ゼロ。キャイーンと。キャイーンと。キャイーン。キャインも違う。ほんで、いいね、シグルドが完璧に封印されとる。うわ、献身にしたか。へー、そうだな。ここにあってシグルド受けてしまうか。うん、受けよう。倒せるか。21の2。倒せ取るね。オッケー、でかい。買ったな、これは。ファを受けてイリアで最後だ。うん、主人公強い。せい、ファたそう。俺もそろそろファ作らないといけないんですけどね。すげえ食らう。75、欲張ろう。なんならマルスの、あ、速さの紋章か。残念。82、いってらっしゃい。しかも扇付き。速さ遅い。101、3桁。やっぱ速さ遅い分ワンパン特化というか、そんな感じになりました。激化。お、7戦目。時間内に行けるか。いや、結局雑談タイムなかったな。やっぱり1回目でストレートに行けないと。なんてことなさそうやけども、けども丁寧にいくか。円半。うーん、強えな、リリーナ。マジか。60。ほんでブレード持たせると。お、獣医さんいらっしゃいませ。リリーナ怖いな。何これ、怖いな。アクアの踊り入ると、あ、もう大紋章か。じゃあカミューで受ければワンパンでは。一旦目にここに飛ばしちゃって、でもワユは来ないし、アクア救援か。あ、アイテム使おう。確実にワンパンやね。でもってワユか。赤はどうしよう。このメンツならシグルドの方がいいのかい？おめでとうございます。きついかな。一応、じゃあ、
うま。馬そんな全滅したっけ。キジンか。きついかな。かといってルーテなら受けれるのか。今制作途中なのに。ヒオリムじゃ絶対に受けれないな。受けれないというか倒しきれん気がする。一発ぐらいなら持つでしょう。お、納豆パスタ。納豆好きなんすね。いや、ワンパン、初戦一回しか殴ってこれない。36もあんの？うん。一発ぐらいなら受けれる。あ、そうなんすか。パスタ料理。カルボナーラとかなんか作ったことありますね。作り方合ってるのか知らないですけど。グルナビ、グルナビやったっけ。グルナビじゃねえな。レシピ載ってるあのサイトってなんて名前でしたっけ。それ本当に名前出てこんな。ジジイカがやばい。緑が決まらん。緑いらんがいね。つい方言が。赤と青さえいればいいので、踊り子はアクア。宝魚さんいらっしゃいませ。お。レシピがパスタで出て、あ、ちりめんとか、なるほど。いやー、ちょっと年でもないな。もうなんか本当になんか記憶力がやばい。昔のファイアーエンブレムの話ちゃんとしたいのに。ロイ君行こうか。キジン、キジン、キジン、全員キジンか。うん、シグルドがおる。あー、カミューにもせっかくやからキジン入れときたいな。ここやと届かない。もう一個か。うん、これならいける。最終戦、回復おらんね。ちょ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 、回復は持ってない。じゃないじゃないじゃない、危ない危ない。落ち着け落ち着け。雷ドーンでしょ。で、鬼神入っとる。いってらっしゃい。うん、いってらっしゃい。うわ、それでも28か。おお、神もそりゃ褒めたたえるわ。見事だ。注意。実際のゲームの方やともう計算とかありますもんね。ゲームというか何ですか、備え付けでもないか。最近のファイアエンブレムは会心 1% で必殺で死ぬとかそういうのが注意力か。ワイユが突っ込んでくる。ワユが突っ込んでくる。確かに。まあそっちの方が良かったんすかね。ワユが邪魔。ワユが邪魔すぎる。
ワイがここに来るのか。アクアが餌食になるな。じゃあ踊り子使っちゃう。アクアを逃がしてあげる。ワイルがここの、やべ、落ち着け落ち着け、こうしとこうか、落ち着け。いや、なんとなく危ないかなと、なんとなくですけどあー、粉塵、粉塵になってますね。ここに置いて二人相手先生室、落ち着け。ここに置けば二人とも倒してくれるのでは。それでいいっすか。確かに。ここにシグルドを置いて街でいかがでしょう。大丈夫ですかね。信じてくれる。アクアを粉塵、ゴーします、ゴーします。これが済めばカミューの奥義で OK、カミューの奥義で Y はワンパンできる予定。オッケー。防御床。くぅなんで？待ち伏せか。まあ、最悪重圧で引きつける。一旦たらここだから、誰狙ってんだこのワイユ。このワイユは右側に動いたってことは、シグ、お？ロイでワンチャンある。下ろせれば勝ちだ。ここだから、こことここ受けれるの。あー、別に奥義発動しないのか。行ってみます。あ、カミュー待ち伏せや。カミュー受けでいかがでしょう。会社携帯が、カミュー受けで勝ちでは。やっていいっすか。最後の最後にちょっと奥義付き、奥義発動状態ですね。22位ぐらい飛ぶでしょう。厳密に計算したら 1.5 倍、3051の2割増し、2割増しだから13、ワイユ32。
19ダメージの 1.5 倍か、30。おかえりなさい。まあいいとこです。言ったでしょ、30ダメージ。いやー、見せてくれるね。念のため重圧を。安全地帯、安全地帯。お願いします。お願いします。あ、そんなに言った?待ち伏せい!いやー、時間目いっぱい。ありがとうございました。ああ、さすが。ありがとうございます。本当に。参る。いや、今日のハイライトここですわ。ああ、それでも3000。3000位。ああ、ギリギリ乗っからんかったのか。残念。今回しっかり編集して。編集してなんか何らかを乗っけます。いや、ありがとうございます、本当に。あと、これもよかったら、別にチャンネル登録は、登録とかまだ恥ずかしいんで。チャンネル登録とかまだ恥ずかしいんで。こんなやってますんで。駆け出しです。あ、岸本さんも、ライブやるんなら、1時間後に、よかったら参加します。いや、時間、あれですわ。申し訳ない。ありがとうございました。またお願いします。楽しかったです、今日も。大将やりえり、ああ、フレンドの?それだけチェックしようかな。岸メッソさん、岸メッソさん。お、これ。いや、10突すぐできれば、バケモンになるな、こりゃ。強い。よし。じゃあ、ありがとうございました。あ、クリンデちゃん、ありがとうございました。また、お願いします。楽しかったです、本当に。また、お願いします。ありがとうございました。